なんだよつまんねえ。幽霊の写真撮りたかったな。新聞はどうするのよ。幽霊の正体は木の回転窓と書けばいい。そんなのつまんないじゃない。スリルとサスペンスに満ちた記事に書き上げるさ。インチキはダメよ。キモ。もうカンナさん帰りましょう。すみませんでした。私が幽霊だなんて噂になっていたようで。あっちの世界から来た。はい、そうなんです。事故でこちらに来てしまいまして。あそこで何してたの？人目を忍ぶのにあの場所は良かったんです。あの音は？ああ、あの黒い板で爪を研いでいたんです。しかし人間に紛れて生活しているなんてすごいですね。そう。はい、人間って理解できない部分が多くて怖くないですか？そんなことない、面白い。あなたは人間がお好きなんですね。うん、大好き。そうですか。私は一刻も早く元の世界に帰りたくて仕方がないのに。私あっちの世界の帰り方知ってる。ほ、本当ですか？これ疲れるんだぞ。ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。では